チャンネルファントゥーライド。おはようございます。今年も早いものでもう11月。とはいえ例年ならもっと寒い気がするんですけど、現在の気温は18度 C ぐらいあるみたいです。秋晴れの青空が広がっていて、スリングには絶好の陽気です。10月の連休と同様の混雑を心配してましたが、今日はそれほどでもないようです。2024年11月3日日曜日午前8時45分太宰府インターチェンジ通過。今回は広島県1泊2日ツーリングです。あ、その前に広島の手前の錦帯橋に寄ります。そこから広島市街地に入るまでに4つのダムを回ってから宿泊。2日目の午前に大和ミュージアム、その後に瀬戸内の島々をつなぐ飛島街道を走って歴史の見える丘公園というところに行くプラン。錦帯橋までは 250km ちょっと、約3時間なので途中休憩を入れて12時頃到着予定です。約1時間ほどで九州縦貫道から中国道に入り、関門橋を渡って本州に入ります。関門橋は何度走ってもなぜかテンションが上がります。で、今日はまだ宿泊先を決めてません。繁忙期だから7日結構高い観光ホテルしか目につかなくて、そもそもツーリングでの宿泊先予約って難しいですよね。行く予定にしてても天気によっては一発中止。雨の中長距離ツーリングはしたくないので。そんな中、カメラがいつの間にか停止していました。はい、ということでね、ちょうど12時、無事錦帯橋に到着しました。錦帯橋は1673年に建造された五連の木造アーチ橋で、日本三名橋や日本三大奇橋に数えられている。全長 193.3m、幅員 5m、主要構造部は継ぎ手と支口といった組木の技術で、釘は使わずに作られ、アーチ形状は鉄が有効活用されている。石積みの橋脚に五連の太鼓橋が組まれた構造は世界的に見ても珍しい木造アーチ橋として知られる。記録によると、アーチ橋は約20年ごと、桁橋は約40年ごとに架け替え、橋板や鋼欄は約15年ごとに取り替えられた。2020年7月17日、橋を 400cc のオートバイで渡った男が後日警察に出頭、逮捕されたそうです。ランチタイムなのでこちらで昼食をいただくことにします。岩国寿司セット、ごちそうさまでした。大満足です。さて、ちょうど13時になりました。次の目的地に向かいます。パッと見で、八重って読むかと思ってなんか嬉しくなったんですけど、残念ながら八坂ダムという名称だそうです。距離は 15.3km、 20分ぐらいです。なんですけどガソリンがカツカツです。人気観光地だからスタンドくらい近くにあるだろうと思って油断しました。ないない、さまようこと約30分。容量18リットルのタンクに 18.11 リットル給油。ちょっと前にも同じようなことがあった気がするな。ただのデジャブかな。ということで間もなく八坂ダムです。ここは山口県と広島県の県境にあるダムで、よく整備されています。そして定期的にイベントなども開催されているそうで、今日もイベントの予定だったらしいのですが、前日大雨が降ったため中止になったとのこと。結構大きいです。道路も整っていて湖も広くきれいなので、紅葉していればさらに良かったんじゃないかと思います。
理事務所があり、ダムカードがいただけました。道路も環境も整備されているので、ドライブやツーリングにどうぞ。この八坂ダムの総貯水量は1億1200万立方メートルだそうです。どうやって計算するんだろう。あと、八坂ダムという名前は縁起がいいし、愛称を八重ダムにしてバイク神社建てたら、ライダーが集まってにぎわうんじゃなかろうか。次の小瀬川ダムは、このまま県境の小瀬川沿いを登ったところにあります。距離は 13km、約15分とのことです。景色も道路も気温も快適です。小瀬川ダムは国道沿いの古いダム。前日の豪雨の影響か、大量の流木が。60年前に完成したダムですけど、丁寧に石管理されてる感じです。ここで言うんだ。管理事務所でダムカードいただきました。次に行くのはここから 32.2km、 約40分の大切ダムです。快活クラブで宿泊することに決め、原爆ドームも行くことにしました。快活クラブはあまり早く着いてももったいないだけなので、大切ダムがもうすぐです。このトンネルの手前から側道に入ります。側道に入って約200メートルほどで到着です。まずは恒例なのでダムの上を走ります。ダムの管理人がベンチでくつろいでおられます。管理事務所でダムカードいただきました。次は今日4カ所目のカジケダム。約 17km で25分かからないようです。現在の時刻は16時を少し過ぎたところ。峠の道から徐々に人気の多いところへ。もうそろそろのはずですけど、住宅街みたいですね。ナビに案内されたカジケダムに着きました。ポポロレイクサイドパークというところからカジケダムが見えます。ナビにカジケダムと指定して案内されたここ、ダムに近いのは確かなんですけど、ダムカードをもらうための管理事務所へ行くには大きく迂回しないといけないので、行かれる方はご注意を。管理事務所まで5分ほど走る必要があります。別にポポロレイクサイドパークからの眺めは必要ないよって方は、ナビにカジケダムではなくカジケダム管理事務所と指定してください。
管理事務所でダムカードいただきました。思いつきで決めた原爆ドームに行ってみます。広島市街地に入るとなんかもう夜の感じ。18時前ですけど、チャンネルファントゥーライド。